んまりはしゃがないようにね。こんなに一面青色で開かない。大丈夫かな、あの3人。私たちも行きましょうか、カノンさん。だけど、こうやって見ると可愛いですね。あ、あそこにクラゲいるみたいだよ。行ってみよう。うん。水クラゲに天草クラゲも。わあ、クラゲがたくさんいるね。カノンさん、クラゲ好きだよね。うん。いつも同じペースでゆらゆら気持ちよさそうに流れている感じ、好きなんだ。そうなんだ。なんだかカノンさんみたいだね。そういえば今日はカノンさんお手柄でしたね。ありがとう。でもアロハピのみんながいてくれたからこそだよ。私は特に何かしたわけじゃないですけどね。そんなことないよ。ここにつけたのは美咲ちゃんのおかげだもん。それならいいんですけどね。私ね、普段はクラゲみたいに流されてばっかりだけど、今日は自分の意思をちょっとだけ出せたかな。カノンさん、うん、出てたと思う。だからカノンさんはもうクラゲじゃないかもですね。そうだったらいいな。よし、決めた。決めたよ、美咲ちゃん。え、突然何ですか？私ね、次はペンギンさんを目指してみようと思う。え、ペンギン？どういうこと？ね、ペンちゃんを飼育員さんに返した後にペンギンさんの説明が書かれたパネルを見たんだ。ペンギンさんが群れになっている時って必ず先頭に立っているペンギンさんがいるんだって。その子は自分の身を挺して安全を確かめて、後ろのペンギンさんたちにこっちは安全だよって伝えているみたいなんだ。ペンギンって確かにいつも群れになって行動してるイメージあるけど、そういう理由があったんですね。うん、私も今日初めて知ったんだけどね。で、なんでペンギンになりたいって思ったの？その群れの先頭に立つペンギンさんは別にリーダーってわけじゃないらしいの。へえ、そうなんですか。でね、その先頭に立つ勇気あるペンギンさんのことをファーストペンギンって言うみたいなんだけど、私もそんな風に勇気を持って先頭に立てるファーストペンギンになりたいなって思って。そんなすごいことが私に務まるかはわからないんだけどね。うん、いいと思う。新しいカノンさんの目標、私は応援したいですよ、美咲ちゃん。ありがとね。じゃあ今度困った時はまずカノンさんに相談しようかな。私頑張るよ。ほんと頼りにしてます。ハロハピで頼れるのカノンさんだけですから。うん、私でよければ。カノン、ミサキ、2人とも次はラッコさん見に行くよ。早く早く。うん、すぐに行くね。行こう、ミサキちゃん。そうだね。あの三馬鹿を野放しにするのは怖いし。でも美咲ちゃんも結構楽しんでる感じするよ。まあ割と楽しいかな。